身ごろ続きのフードの縫い方を説明します。前身ごろのフード続きの三角の部分に補強のため接着芯を貼っています。三角の部分の縫い代に途中まで切り込みを入れていきます。前身ごろを中表に合わせていきます。表同士が合うように重ねていきます。フードの後ろ中心に待ち針を留めたらミシンで縫っていきます。フードの後ろ中心を端から端までミシンで縫いました。縫い代にアイロンをかけていきます。縫い代は割ってアイロンをかけます。縫い代を切り落としていきます。右身ごろ側の縫い代を半分ぐらいの幅に切り落としていきます。半分の幅に切り落とした縫い代を左側に倒してアイロンをかけていきます。切っていない縫い代で包むように半分に折ってアイロンをかけていきます。縫い代を折ったまま右側へ倒してアイロンをかけていきます。後ろ中心全体を待ち針で留めました。縫い代の折った端をミシンで縫っていきます。縫い代の端がミシンで縫えました。表からも裏からも縫い代がきれいに見えます。三角部分の縫い代にさらに切り込みを入れていきます。出来上がり位置よりも2ミリぐらい手前まで切り込みを入れます。前身ごろの肩と後ろ身ごろの肩を合わせていきます。中表になるように合わせていきます。前身ごろの三角の部分と後ろ身ごろの襟ぐりの出来上がり位置を合わせて待ち針を留めたら、三角の部分から肩の端までミシンで縫っていきます。三角の部分から肩端までミシンで縫えました。反対側の左身ごろの肩も同様に縫っていきます。両肩がミシンで縫えました。次に後ろ襟ぐりを合わせていきます。前身ごろと後ろ身ごろの襟ぐりを合わせます。後ろ襟ぐりがミシンで縫えました。先ほど縫った肩の縫い目で縫い止まっています。肩、襟ぐり、肩を続けて折り伏せ縫いをしていきます。前身ごろ側の縫い代を半分の幅で切り落としました。後ろ身ごろの縫い代で包むように半分に折り、折ったまま前身ごろ側に縫い代を倒します。肩、襟ぐり、肩まで続けて端を縫って折り伏せ縫いができました。角の部分は縫い代を折りたたんで続けて縫っています。はみ出た接着芯が気になる場合は剥がしてギリギリで切り落としていきます。前端からフード周りを続けて出来上がりに折ってアイロンをかけていきます。三つ折りの場合は縫い代をさらに半分に折って内側に入れ込んでいきます。前端からフード周りが続けてミシンで縫えました。身ごろ続きのフードの完成です。